美しい青空が広がる京都レース場。ターフも絶好の良馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。さあ1番人気の紹介です。2冠馬娘メジロドーベル、2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿、ここまで無敗2大マイル戦覇者4番オグリキャップ、現在3番人気注目株の馬娘だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロドーベル、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はグラスワンダー。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭がやや速いのか間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続きましたグラスワンダー、3馬身離れて3番オグリキャップ、1馬身離れて9番オグリキャップ、5番手にはメジロドーベル、後ろ4番オグリキャップ。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続いてグラスワンダー、1馬身離れて9番オグリキャップ、4番手に3番オグリキャップ。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿、およそ5馬身開いてグラスワンダー、1馬身離れて9番オグリキャップ、内を回ります。3番オグリキャップ、2馬身3馬身開いてメジロドーベル、1馬身差4番オグリキャップ、内。輝く星をみんなに。そしてその後方には7番ナイスネイチャー、その後ろに私は目指した先へ行く。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。9番オグリキャップ、ここで抜け出した。抵抗まで400。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはメジロドーベル、外から飛んできたのは4番オグリキャップ、200を通過、強すぎる。9番オグリキャップ、食らいついてゆく。先頭は変わらずメジロドーベル、メジロドーベル、足を衰えない。1着はメジロドーベル。